はいどうも皆さんこんにちは。今回はトラウトマン工作と第一次近衛声明についてお話ししていきます。これまでの動画で日中戦争の戦いについて見てきましたが、第二次上海事変と南京事件の期間には外交による和平交渉も行われています。今回の動画はそんな外交交渉のお話です。それでは早速第二次上海事変のあたりからお話を始めていきましょう。上海での戦いが困難を極めていた頃、日本は外交交渉による戦争終結を目指していました。中国を攻撃して成果を出せば交渉において有利な立ち位置に立てる、日本が有利な状態で戦争を終わらせよう、そう考えていたのです。一方中国でも会議の中で戦争を終わらせようという話題が出てきており、日本と中国ともにこの戦争を終わらせようとしていました。こうして日中戦争は外交的な解決が目指されていきます。その中でも最も成功する可能性が高かったと言われているのが、今回お話しするトラウトマン工作です。トラウトマンというのはこの時中国に駐在していたドイツ大使の名前です。一方日本に駐在していたドイツ大使はディルクセンという人物でした。なぜここでドイツが出てきたのかというと、ドイツは日本と防共協定を結んでいる一方で中国に軍事顧問を派遣しており、要するに日本と中国に二股をかけていました。そんな両国が争うことはドイツにとって良いことではありません。ということでドイツは日本と中国が和睦することを望んでいたのです。こうして中国に駐在していたトラウトマンと日本に駐在していたディルクセンを仲介して日本と中国の間の和平交渉が始まっていきます。まず最初に動いたのは日本の外務大臣である広田光輝でした。彼はディルクセンに和平条件を提示。日本側の条件は内蒙古における自治政府の樹立、華北上海における非武装地帯の設定、日中防共協定の締結、排日運動の取り締まりなどになっています。要するに中国北部や上海に中国軍が入れない地域を作り、その地域は親日的人物が統治するようにしろという内容です。この条件を見たディルクセンはこれなら中国もメンツを失うことがないと考えてトラウトマンに伝達、中国の蒋介石に伝えられます。しかし蒋介石は提示された条件を拒否しました。その理由は大きく分けて3つあり、1つ目が戦局が中国にそれほど不利ではなかったこと、2つ目がヨーロッパで9カ国条約会議が開催されていたこと、3つ目がソ連からの返事を待っていたことです。まずは1つ目の戦局についてですが、当時の戦局はちょうど日本軍が広州湾に上陸した頃、つまり中国軍はまだ上海で持ちこたえているところでした。そのため蒋介石はまだ戦えると考えて条件を拒否したのですが、その後戦局は以前の動画でお話しした通り、日本軍が上海付近の防衛線を突破して中国にとって不利となっていきます。次に2つ目の9カ国条約会議についてですが、そもそも9カ国条約というのは以前の動画でお話ししたワシントン会議で決められた条約です。この条約では中国の独立と領土の保全を約束し、門戸開放と機会均等の原則を承認するという内容でしたが、今回の日本の行動がこの中国の領土保全に違反しているのではないかということになり会議が開かれていたのです。しかし結局この会議では日本に対する制裁は行われないことが決まり、ワシントン会議以降続いていた国際秩序であるワシントン体制は崩壊しました。最後に3つ目のソ連についてですが、これ以前に中国はソ連に対して日本を相手に参戦してくれとお願いしていました。この回答を蒋介石は待っていたのですが、結局ソ連のスターリンはすぐに参戦することはないと述べたため、蒋介石の期待は3つとも外れる結果となったのです。こうしてさすがの蒋介石もトラウトマンと会談し、領土主権の保全を前提に日本と話し合うと考えるようになりました。ところが日本からすると戦局が以前より有利になっています。蒋介石が受諾を拒否している間に上海は陥落、それどころか日本軍は南京へと歩みを進め、こちらも陥落していました。しかも上海の戦いでは予想以上の犠牲者を出していましたので、家族を失った日本国民は軽い条件では納得しなくなっていました。以前のような軽い条件ではダメだ、そう考えるのも当然でしょう。こうして日本は和平条件を追加、その追加条件とは華北内蒙古に自治政府を設立する、華中の占領地域に非武装地帯を設定する、中国が賠償金を支払うといった内容でした。
このような条件は中国からすると受け入れがたいものでしたが、何度も議論が重ねられて日本への回答が考えられました。しかし期限になっても回答案はまとまらなかったため、もっと詳しい内容を教えてほしいと日本側に求めました。これを受けて日本は期限を延長、中国では再び必死に和平案を作り上げていきます。しかし肝心の蒋介石はこのような条件を受け入れるつもりはありませんでした。結局蒋介石の反対により中国が提出した回答は1回目と大して変わらない内容となってしまい、これを見た日本は中国は時間稼ぎをしていると判断。日本の世論は話し合いなんか必要ない、国民政府が降参するまで戦うべきだという強硬論が優勢になっていきました。そのような中で開かれた会議では陸軍と外務省が対立。陸軍は早めに和平を結ぶべきだ、もう一度回答を待つべきだという考えを述べますが、外務大臣の広田光輝は私は長いこと外交官を務めてきた、しかし中国側の態度を見ていると和平解決の誠意がないことは明瞭だと言って和平解決は不可能だと主張。陸軍は外務大臣を信用しないのかと迫りました。これを受けて海軍は外交は外務大臣の管轄だ、広田の意見を尊重すると言って和平解決は不可能という意見に賛同。こうして交渉の打ち切りが決定されました。この決定が行われた翌日、近衛文麿は政府声明を発表します。第一次近衛声明です。有名な言葉があります。帝国政府は事後国民政府を相手とせず、要するに今後蒋介石の国民党とは交渉しないと宣言したのです。こうして日本政府は国民政府との外交交渉を打ち切り、国民政府とは別の新しい政権が中国に成立し発展することを期待するようになっていきます。まだ見ぬ新政権と協力して新しい中国の建設を進めていくという方針を取り始めたのです。このような経緯で日中両国が和平条件を論じた唯一の交渉は打ち切られてしまい、日本は自ら和平の機会を断ち切ったのでした。さていかがだったでしょうか。こうして日本は中国北部の北京に中華民国臨時政府を樹立させ、中国南部の南京に中華民国維新政府を樹立させました。以後日本はこれらの政権こそが正当な政権である、蒋介石の国民政府は認めないという立場を取っていくようになりますが、いずれも国民政府にとって変わるような強い政権ではなかったため戦局を左右することはなく、日中戦争は長期戦へと進んでいきます。そうなると日本国内の体制を整えなければいけません。ということで次の動画では国家総動員法についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。